瀬戸内海国立公園の紀淡海峡に浮かぶ友ヶ島。緑濃い照葉樹林が茂り、さまざまな動植物、昆虫、磯の生き物などの豊かな自然が自慢のこの島で、今課題となっているのが流れ着く海洋ごみ。その問題を改善するために調査研究を行い、さらに SDGs に取り組む企業や行政を支援する活動を行っているのが、加太友ヶ島環境戦略研究会、ケイティーズ。ケイティーズ加太友ヶ島環境戦略研究会は2020年の、レジ袋有料化と実は同じ日に立ち上げた団体なんですけれども、大阪湾の海洋ごみ問題の改善っていうのを目標にしてですね、大学の研究者ですとか弁護士とかアーティストとか環境 NPO とかですね、あとまあ地元の、事業者の代表の方とかいろんな人たちで構成されている組織になります。海洋ごみが大きな問題となっている友ヶ島は、大阪湾の入り口に位置する紀淡海峡にあるため、河川などから大阪湾に流れ着いたごみや、中には海外から海流で太平洋に向かう途中引っかかるような形で友ヶ島に集まると考えられています。友ヶ島はですね、ちょうど大阪湾の出入り口のところに位置していまして、東西にこう横たわっているような蓋をするような形になってます。なので、大阪湾由来とおぼしきゴミがですね、漂着してくる場所になってます。で、実際我々が調査した中でも、和歌山県外、大阪湾の流域圏から来たのであろうと思われるようなゴミというのが結構見つかっているので、この問題を改善していくためにはやっぱり大阪の流域圏全体で考えていかないといけないというところですね。大阪湾流域全体で海洋ごみ問題を改善していく、そのためにはさまざまな立場の人々との連携と理解が欠かせないといいます。やっぱり海洋ごみの問題っていうのはどうしても科学だけでは改善していくことができない問題ですね。で、それは、例えば科学的にこのゴミがどれだけあるとか、どういうものがあるとか、どこから来ているみたいなことについては一定の答えを出せるんですけれど、科学的な知見を受けてどういうふうに社会でこれを改善していくのか、誰が何をしていくのかっていう部分は社会で決めていかないといけない、答えを出していかないといけない問題なので、消費者一人一人、市民一人一人、企業であったり地方自治体といったような組織が自分ごととして捉えて役割を持っていく必要がある。で、そのためにはやっぱり主体間の相互理解とか、連携協調っていうのが不可欠だと思っていますので、そのあたりをつないでいく役割を我々としてもしていきたいと思っています。友ヶ島のみならず、周りを海に囲まれた我が国では、古くから海の恵みを受け、海と共に生きてきました。豊かな海を次の世代に残していく。そのためにも、一人一人が未来の海を考えることが、問題解決への一歩になるのかもしれない。SDGs ってすごくこういろんな目標が入っていて、何が一番大切かっていうと、目標間の関係性を考えるっていうことだと思うんですね。で、社会にはいろんな問題があって、いろんな側面があって、それが全て相互につながっているということで、例えばこう我々が活動をしだして、友ヶ島のゴミの問題に関心を持ってくれる人が増えてきてですね、ゴミ拾いに来てくれる人がすごく増えてきたんです。で、表面的には島が少しずつきれいになってきて、ゴミが減ってきてるんですね。でも、その問題を生み出している社会経済の構造、あるいは人々の意識や価値観といったようなところが少しずつ軌道修正をかけていかないと、表面的には良くなっても同じような問題を繰り返していくと思うんですね。なので、海洋ごみ問題を一つのきっかけとしながら、問題を生み出してしまう社会そのものに対してアプローチをかけていくというのが、我々の今後の活動でも軸になってくると思います。